こんばんは、キリンタンです。今日はこれを使いますよ。はい、このねインスタントラーメンとお水、何に使うのって感じですよね実は結構ね、緊急事態宣言出て買いだめしてる人もいたりするかなと思うんですけど、あと防災のセットを見直す人も増えてるんじゃないかなって思うんですが、お湯沸かせないっていう状況あると思うんですよね。で私も初めて知ったんですけど、お水でこのラーメン食べれるんです。なので今日はそれをやってみたいと思います。量もね、本当は熱湯で3分なんですが、お水で 2,30 分でいけるみたいなので、それをねやってみたいと思います。はい、じゃあこれ、ね、線まで注いで、当たり前ですが、湯気は出ませんね。このまま蓋をして、じゃあ今日は20分でやってみたいと思います。本当に美味しくできるのかな。いきますよ。20分、用意、スタート。まだかな。なった。はい、はい、出た20分経ちました。じゃあ早速食べてみましょうか。まあそうですね、開けた感じどうなってるかな。これ大丈夫かな。でも吸ってる感じはしますね。ちょっと混ぜてみようかな。上の方はカチカチ、下の方は麺になってます。水が足りなかったのかな。どうしてだろう。でもとりあえず1本食べてみようかな。皆さんお食事するときはうん、意外と意外といけます。冷たいけどラーメンです。
ちょっとみんなにも食べてほしいな。呼んじゃおっか。ウォンタン、サータム、ラーメン、ラーメンがラーメンだよ。え、なになに、ちょっとお箸持ってきて、お箸持ってきて、うん、サータム、ちょっとキリンタンの魔法使ってるらしいよ。はい、何お箸、何お箸、何お箸、今あ、座る、え、何座っていいの、うん、はい、今お水で、うん、なんか酔っ払いみたいな。お水で、うん、ラーメンを作ってみたんです。水、うん、なんか災害の時とかも水でいけるよっていうので今20分でやってみたんです。今ちょっと上の方がもうちょっとあったんだけど味は分かると思うんだよね。お二人も試して食べてみてほしくて、お皿いる？そうだね、オッケー、新しいお箸でね、水ラーメン、あ水ラーメン、水ラーメンか。え、ラーメンって汁気があるの？あら、でも汁じゃない。汁がね、結構ね、うん、もしかしたら少なかったかな。熱い？なんか水どころ冷たいんでしょ？お湯と違って多分すぐコパコパパっていかなかったのかもしれない。あ、そういうこと？だからちょっと入れて、うん、ちょっとちゃんと上まで空気残ってないかみたいなやってから閉めた方が良かったかも。だって、なるほど、やる人はそうしてください。じゃあちょっと試しに。はい。はい。じゃあいただきます。はい。とっても麺だ。うん、そうなの。プチプチってなってるけど。え？あれ麺だよ。美味しそう。待って、ここはすごい塊だけど。ここめっちゃかじれそうだけど。ここやばい。大丈夫。どう？いただきます。いただきます。うん。ああ。冷たいけど。うん。ラーメン。うん、ね。あ、いける。うん。全然いける。ありね、ありだよね。なんかお菓子っぽい。うんうんうん。ま、食事では。ないかもしれないけど、あの普段の時食べるにはそうね。え、でも災害時とかでしょ、うんうん、普段かもうおやつにはなるかなって感じるんだけど、うんね、うん、で、まあね、災害時だったらこれだけ食べれば十分かな、うん、そうね、うん、え、これは水入れただけで20分待てばいいです。そう、すごい、すごいね。でもうちょっと待てばここもいけたかもね。そうだね、うん、え、だってこれ今さ開けた感じさ、このスープの線よりも全然汁気がないから、そうなの、もっと入れて置いといたらいけんじゃない。そうだと思う。あ、なるほど、いいね、いいね、はい、ということで本端的にはあり、最初もありだと思います。ケイタもありだと思います。お、イエイイエイ、星3ついただきます。あのね、今後の、まあ、災害なんてない方がいいんだけど、まあね、もしもの時にあ、こんなんやってたなと思い出してね、やってみてください。はい、それじゃあまたね、バイバイ、バイバイキン。